勝ちました高橋光成投手のヒーローインタビューです。放送席そしてライオンズファンの皆さん、見事開幕2連勝を飾りました高橋光成投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。高橋さん、去年に続いて今年も開幕ご自身2連勝です。いかがですか？嬉しいです。はい、去年からずっとホークスには負けてませんけども、ホークス戦強いですね。いやたまたまいい結果が出てるで、いい結果が出てるだけなので、まあ、引き続き勝てるように頑張りたいと思います。今日立ち上がりこそ3ボールになる機会も多かったと思いますが、途中までは無四球でした。非常にいいピッチングだと思いますが、ご自身では手応えいかがでしたか？そうですね、6回以外はよく投げられたかなと思います。はい、立ち上がり不安な部分というのはご自身ではどうだったでしょうか？そうですね、やっぱり、ボール先行になってしまったので、まあ、ちょっと焦ったんですけど、まあ、落ち着いて投げることができました。その中でも今日は何が特に一番ご自身ではいいボールだったんでしょうか？まっすぐで、しっかりと押せたので、はい、よかったなと思います。失点したのは1イニングだけでした。しかしそれ以外は素晴らしいピッチングでした。このあたりもつながるピッチングになったんでしょうか？そうですね、やっぱり、前の試合では、8回の途中で変わってしまったんですけど、まあ、今日はしっかり投げ切ることができたので、はい、そこが一番良かったです。初めて開幕投手として迎えて、今年1年間さまざまな期待が高橋さんにはあると思いますが、ご自身としてはどんなシーズンにしたいなと思っていらっしゃいますか？はい、そうですね、やっぱり、圧倒的な、数字が出せるように一試合一試合頑張りたいなと思います。この後のピッチング期待しています。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に圧倒的な数字をと、はい、やっぱり今季は高橋光成にとってはやっぱりそういうのが期待されますよね。いや本当自覚を感じますよね、エースとしてのですね。森尾氏もこの間言ってましたけど、はい、エースの貫禄がついてきたと行動に対して言ってましたからね。ですよね、本当、これで本当ね、10勝以上最多勝でも取っていくと、本当エースって認められますよね。まあ、かつての13番も喜ぶ感じですね、西口コーチも。はい、